私自身はちょっとしか出てないんですけど、外から見ていてチームとしての一体感、コート内でもそうだしベンチ側からもなんだろう、すごい一体感が伝わってきたし、自分たちも強い相手に向かっていくんだっていう気持ちを前面に出した試合が今日はできたのかなと思います。大会振り返って最初の試合に比べてこうチームとしての成長がすごいなと感じていて、それぞれの役割をそれぞれがしっかり果たすというところがこうチームとしてできたのがここまで勝ってきた要因だと思うので、そこは自信を持っていきたいなと思います。今年よりもさらに来年の方がこうプレッシャーもあってこう大変な試合が続くんですけど、今年得た課題もそうですし、今年こうプラスでチームでできたことをさらに成長させれるように、こうチームとしてやっぱ勝つっていうのが日本チームは大切だなとこの大会感じたので、また来年のオリンピック予選すごい一番大事だと思っているので、またチーム一丸となって戦えるように、私個人もそうですしチームも頑張っていきたいなと思います。